香港ケンタチャンネル、ケンタです。おはようございます。では本日も早速やっていきましょう。本日12月16日木曜日です。現在時刻6時50分です。本日最高気温60度、最低気温20度で曇り時々晴れです。降水確率は 20% 程度なので雨の心配はないかなと思うんですが、一応傘は持っておいた方がいいかなと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は1名でした。うち1名が海外からの入国者です。国内感染者及び死者は0名です。続きましてコロナワクチン接種者の数やっていきたいと思います。2日前の数字で1回以上のワクチンを接種完了しているのが481万7469人、人口の約 64% でした。必要回数以上のワクチン接種完了しているのが458万6898人、人口の約 61.3% でした。以上コロナ関係のニュースです。さあ本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時28分です。ビットコインの価格は 48,900 トンで1ドル33セントでした。昨日の夜ね、4万6000ドル台ぐらいまで落ちて、で今日の朝ここまで復活したって感じですね。さあなんかちょっとずつでも落ちてきてる感じがするので、本当頑張ってほしいなと思います。以上ビットコインの価格でした。さあ年末に向けてね、仕事の方も徐々に忙しくなってきたし、私生活の方も年末イベントがいくつか入ってきたので、また忙しくなってきたなと思うんですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、忙しい理由の中には、個人的にね、なんかいろいろやりたいことも含まれているので、苦しい忙しさではなくてですね、まあ充実した楽しい忙しさではあるんですけどね。でね、前回ちょっとね、私妻と一緒にトラムに頭からお尻まで乗ろうっていう作戦を立ててですね、トラム乗り場まで行ったんですけど、台湾方の端の方まで行きたかったんですが、どうもね、出てる本数が少なすぎて30分以上待てみたいなことで言われてですね、ちょっとその後の用事もあったので諦めたんですけど、本当ね1時間半ぐらい余裕持って行ったんですね。目的地まで1時間半あれば行けるだろう、台湾方で用事があったんで。そしたらまあそこでもうすでに30分がなくなって、じゃあ途中乗り換えでとりあえず乗ってみるかということで乗ってみたんですけど、いやーで、これ今映像を見てもらってるのがですね、その時に、インスタ36052で、トラムはねやっぱり窓がないからとても綺麗に撮れるんですよね、外が。いやーこれなかなか綺麗に撮れたなと思って結構お気に入りです。ということで、何の説明もなくトラムの映像を流してしまいましたが、そんな感じですね。もしね、フルバージョン興味があれば、よろしく香港の方に機能アップしてますので、見てもらえると嬉しいです。概要欄の方にリンク貼っておきます。さあもうすぐクリスマスですね。いや街の中もねクリスマスのね飾り付けがだんだんいろんなところに出てきて、あもうすぐクリスマスだなとすごい感じる、そんな感じの雰囲気になってきてるかなとは思うんですが、いや本当この道はクリスマス感ゼロだな。では事務所も近づいてきたので本日ここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。チョイキンまたね、バイバーイ。